種間違えようと あれはあれでもうしょうがないか、はいはい、先は見えないところなんで、とにかくちょっとまず鳴らしてってみてください。ちょっと上手い人がいると思います。ボール通過するときに腰はポールの近くだけど、はい、意外と頭はそのまんまでしょ。ああいうふうにちょっとくの字姿勢ってああいうのを覚えて、はい、まあどんどん滑ります。はい、はい、どうも。ゲート過ぎたら外球を取るじゃないですか、はい、そしたらこういう角度になるべく捉えるようにしてる、はい、ちょっと若干山が体が残りやすい。もうすごい上手いです。はい、どんどん滑りましょう。そこの廊下気をつけてください。やっぱこのラインがこれがこう内側に傾いちゃってるんで、外側の方に傾けるように意識して。おはようございます。おはようございます。いや今日は天気良くてよかったです、昨日は大雨でした午前中。切り替えるときだけあの腰の位置は、はい、昨日のちょっと思い出して、はい、外腰外スキーに乗せるのと、はい、あとターンの全般部分の深さを出していった方がやっぱいいですね、はい、これの角度です。これが初めて。今日ちょっと暖かいんで柔軟に動いてるんですけど、はい、加藤さんもターンの全般部分の深さを出していきましょう、はい、体足りない傾けて、もしクローチングをやるんならこの膝をこうやって動かして、それで外交クロージェン組んだとき特に大事、外交外傾作んないとこうなっちゃなりやすいの。クロージェン組んで、そうすると内足乗っちゃうから、それか逆にターンを優先するんだったら外傾をしっかり取っていく。クロージングでスピード、風の抵抗を減らすのって多分相当スピードが出てないとダメだから、何を優先するか。